対サイバーテロ国際多国間提携は、サイバーテロの脅威に対応するための国際機関である。サイバーテロリズム対策国際多国間パートナーシップとも訳す。略称インパクト。マレーシアのサイバージャイアにモハマドヌールアミンによって2008年に設立された。マレーシアのアブドラ首相の主導で提唱されたと報じられている。国際電気通信連合は、 サイバースペースの安全のためにインパクト内に設置された。2015年1月時点で公式ホームページから確認できるメンバーは以下の通り。セキュリティ更新国の支援を初期段階の目標にしたためかアフリカ諸国の関係者が多い。2013年にイヤブ会長を務めていたブレイズコンパ俺の名前は現時点で確認できない。NTT シンクタンク情報通信総合研究所の研究報告によれば2012年に中東サイバー防衛サミットがオマーンの首都マスカットにて開催されその中心メンバーとして ITU インパクトが名を連ねているこのサミットは2011年にもアブダビで開催された中東諸国の政府銀行石油ガスなどの公共インフラ企業 ITU NATO FBI 欧米アジアの民間企業が集まったとされる。これは中東諸国において電気、水道、ガス、銀行などの管理システムが大きく IT に依存しておりサイバー攻撃により深刻な社会インフラの混乱が予想されるためとアイクレは分析している。日本ではサイバーテロにおいて水道などが止まることは懸念されていないが中東においては 現実的な脅威として認識されていることが伺い知れる。現地の報道で ITU インパクト発のサイバーセキュリティイノベーションセンター設立の覚書が ITU との間に調印されたと報じられている。なお、ITU はサイバースペースを規制したがっているとの報道が存在する。アイクレによれば、 ITU インパクトとは ITU 加盟国142カ国によるネットワークと記述されている。これらによれば、カスペルスキー社と ITU が2012年5月28日に合同調査の際に発見したフレームに期限を発する。このウイルスは極めて攻撃性が高くセキュリティソフトを停止させるなど危険なコンピューターウイルスの一種、マルウェアであると公表された。同日、 イランも大規模汚染を公表し、43のウイルス対策ソフトでも検出できない、このマルウェアをフレームとし、一連の攻撃名称も同様にフレームと名付けた。カスペルスキー社の調査によると、この感染地はイラン189、イスラエル・パレスチナ98、スーダン32、シリア30、レバノン18、サウジアラビア10、エジプト語だったという。 2012年6月1日にはニューヨークタイムズがイランの核開発を阻止する目的でアメリカが開発したと報じているが真相は不明である。同記事はこのサイバー攻撃案によって核関連施設の空爆実行案が未実行に終わったことも示唆しているがこれも真相不明である。なお、イスラエル政府首脳部が事件直後に 核戦争を止めるためならウイルス開発もやむなしとの趣旨発言を行ったためにイスラエル犯人説や米国イスラエル共同説も存在する。ITU はこれら驚異的な性能を持つウイルスをスーパーサイバー兵器と名付け ITU インパクトを通じて各国政府に警告を発するとしている。ありがとうございます。